勝賀城は、香川県高松市木梨市調査領にあった、日本の城である。高松市指定史跡。勝賀城は中世サヌキ国の豪族、香西市の城で、高松市西部の勝賀山に位置していた山城である。現在は山城に、土塁や井戸等の遺構が残っている。上級三年、上級の乱で先行を上げ、香川、綾両軍の軍事に任じられた香西村は、 勝チが山マ城に城を登録に、平時の居城である助領城を築き、以後郝在市の本拠となった。室町時代になると、郝在氏は、佐抜国領主で、室町幕府官僚の細川氏の進化として、重きをなし、また、瀬戸内海の四惑水軍や村上水軍と連携し、貿易を行ったため、郝在の城下町や港は大いに栄えた。 この郊在城下町は敵の襲来に備え、迷路のように道が入り組んでいたため、郊在のムキムキと呼ばれた。佐抜国領主が細川氏から三好氏、東郷氏に移ると、郊在氏はこれに従った。天正三年、長祖壁元地下の佐抜信仰に備え、新たに藤尾山に藤尾城が築かれ、郊在氏の本拠はそちらへ移った。この藤尾城の市場が、 昨山城である。後、香西氏は、長我壁氏と和議を結んだ。しかし、天正13年、豊臣秀吉の四国征伐で、香西氏は、敗れ、これら香西氏の城は、廃城となった。四国の建設の歩み、ありがとうございます。